はい今回は2022年の3月16日にですね、東北地方あるいは関東地方で起こったこの出来事についてね、ちょっと考えていきますので、今回もよろしくお願いいたします。ちょっとね、最初に一つリスナー様にお願いがあるんですけど、この、んうん。 っていう言葉をね、あまり良くないっていうことなんで、この言葉を使いませんので、もちろん本当かどうかっていうのは分からないんですけれども、まああの考えていくことにおかしいことがあったりとか、いろんなことがあったりとか、そういったことをね、思うと思います。先ほどの僕が言ったね、 ちょっとね、その言葉分かると思うんでね、ちょっともし分からなかったらだいぶ苦しいんですけど、そんな感じでね、よろしくお願いします。まず今回ですが、今のところ分かっていることですが、本当に表現がいいかどうかは分かんないですけど、不幸中の幸いと解釈しますが。 えーまあ、日本国民が、えー、誰も、えー、亡くなっていないということで本当に良かったと、えー、思います、えー。東北地方ね まあ福島ですが、まあ僕が調べた時には日本国民は誰も亡くなっていなかったということで本当にあの良かったですあのまあ大変な思いをねされている方は多数いらっしゃると思うんですがまあ尊い日本国民の命がまあ亡くなってしまう奪われてしまうということはですね本当にあの僕たちまあ日本国民同士同胞からすれば全く望ま ない結果ですから、1人でも多くの方が助かるようにと願うんですが、今回はですね、このあの日本国民、日本人がですね、誰も亡くなっていないということを聞いて、ま不、あ、幸中のまあ、幸いだと僕は思いました。で、まあ、今回の内容なんですが、まああの皆さんも思うところはいろいろあると思うんですよ。で 言ってしまえば、いつものことかもしれないんですけど、僕の独り言です。証拠もなければね、確信。確信はあるんですけど、証拠もなければね、真相っていったものも分からないから、前後の内容をつないでいくんですね。前後の内容をつないで言葉が悪いですが、そこからですね、 まあ憶測していく,あのいくあの形をとりますので、えー、まあ信じるか信じないかはあなた次第ということです。ただし、おかしいところ一箇所ではないですからね。うん、で、えー、まあ、まあ、ちょっとその前にね、えー、まあ、あのまあまあ、ちょっと僕苦手っていう。 えー、話なんですけど、まあ、皆さん多分逆に、まあ、皆さんの方がお詳しいと思うんですけどよくこの、えーまあ、揺れる現象に対して えーまあ、何々派とかっていうと話を聞いたことあると思うんですよ。で、この今回ももちろん調べましたけど、えー、この福島の方はこの何々,何々派がね、えー、まあなんか、うん、おかしい形をとってるんじゃないかっていうんですけど、<laughs> 僕あの、もう理科とかあのすごく苦手なんで、えー、こうなんか何々派とかとかって全く分かんないんですね、うん。よくあのこれみんな話出るんですけど、何々派とかね、うん、なんかちょっと分かんないなと思ってね。 でも、この〜えー、何々派が分からなくても、ねえーまあ、文系的って言ったら失礼ですが、文系的な、えー、観点から、えー、アプローチ可能です。さらに〜えー、何々派では分からないものも、えー、考えていきます。まあ、あのいくつかね、えー、おかしいことがあるってことが分かってますので、うん、おかしいなと、うん、そういうことを考えていきます。まず一つ目です。揺れる前に停電したということです。何でしょうこれ 普通に考えておかしいと思いませんか例えばこういった話をすると嘘なんじゃないかという嘘ではありません。テレビ中継の中で、えーまあ、どっかの店の中の人が、えー、このように言っておりましたテレビ、メディア、マスコミ、えー、マスコミのですね、えー、まあ、変更報道、えー、信じませんが、このメディアが まあ、おそらく混乱していたんでしょうね、この、えー、大きく揺れたことによって。で、報道を規制、えー、統一することができずに、えーまあ、本来であれば出してはいけない情報を、えー、出したと考えます。こういった情報っていうのは後に消えますんでね、えー、消える前に、えー、す素早くね、えー、こちらから、えー、いろんなものを探してね、考えていきます。<laughs> 揺れる前に停電したってどういうことでしょうね。揺れる前に停電が発生したってね、えー、おかしいわけですよ、普通に考えて。 皆さん思うと思いますけど、揺れるわけじゃないですか。大きく揺れる。大きく揺れることによって、揺れた後に停電するんですね。うん、揺れる前に停電したって、これ何でしょうね、うん。これがおかしいってことです。これは、えー、この、うん、うん,ん、シーンではないです別。別の話です。ここを考えていきます。なんでこういうこと起こるんでしょう、日本で。僕たちが住んでいる、えー、日本国ですよ。えー、異常なるこれ恐怖ですよ。 何かなと思って調べてみました。もちろんわからないですけど、わからないからといって諦めません。わからないからと言って諦めません、まあ何かと思ってこう調べるところに、ね、本当のことはわからないけど、えー、まあ何か、えー、まあリスナーさんも役に立てるものがあるんじゃないかと思います。えー、日本のですね、えーまあ、主人である、えー、米国裏組織アメリカ CMA が関与している疑惑です。このようなことが分かっています。この 先ほど言った揺れる前に停電が発生したってこれ何なのかっていう話なんですよ。なんでこんなことできるんだろうかって話ですよ。日本のあっちこっちを停電させてるっていうことですよ。これ普通に。えー、関東エリアも東北エリアも日本のあっちこっちをえ停電させてる。誰がやったのかっていう話ですよ。もちろん誰がやったのかっていうのは分かりません。分からないですけど考えてみました。 あのまあ、これっていうのは一つ有名な話なんですが、えー、過去にです、ねえー、日本で諜報活動していたエドワード・スノーデンという人がいるんですが、えー、この人が、ねえー、まあ恐ろしいことを言ったんですよアメリカは日本中を一瞬で停電できる、えー、こういうふうに言ってました嘘じゃないんですよこれ別に僕は適当にあのでたらめにあの思いついた話じゃないですからね、うん、こういった、えー、ことです米国の同盟国を日本がやめたら 日本中の電源が一瞬にして落ちる有害ソフトを日本中のインフラに仕掛けてあるエドワード・スノーでこういうふうに言っています、えー。本当かどうかっていうのは分かりません。僕らには分からないからです。日本国っていうのは、えー、いつもお伝えしてますが、戦後からずっと米国裏組織の植民地支配を受けておりますので、えー、アメリカ裏組織、アメリカ親和レディープセットっていうのは日本の主人にあたります。日本というのは、えー、関係上奴隷になります。主人が、えー、何をしているかっていうのは僕たちには分からないんですね。うん 本当かどうかっていうのは分かりませんが、えー、僕は、えー、本当だと思ってます。何をこれ言ってるのかって話なんですが、日本のインフラって全てアメリカ裏組織に握られてるんですよ。これかなりやばい話なんですよね、真面目に。うんあのー、日本国内に停電が起きたら、日本国内がパニックになって終わるっていうことです。あのー、おそらくですが、まあ、どういった経緯だかっていうのは分からないですね。それはもう本当に。 嘘でもなく調べてもわからないんでまあ、僕は勝手に考えました、えー、こうなんじゃないかなっていうふうに、えー、思いましたあの日本のですね、えー、まあ、この、まあ、インターネットとか、まあ、スマートフォンを含む、えー、ありとあらゆるものですねまあ、電気とか水道とか <laughs> そういったもののまあ、いわゆるインフラ設備が、えー、停止すべて止まったら日本終わりですからで その日本が終わるか終わらないかの一番大事な生命線をアメリカ裏組織に握られているということです。このことから分かりますが、日本はアメリカ裏組織に完全に逆らえません。あの生命線を握られているからです。まあ、政治家が渡したのか何だか分からないですが、えー、で逆の、えー、立場から考えるとこうも考えられます。アメリカ裏組織っていうのは日本から、ね、毎年多額のお金を。えー 吸い上げてるんですよ植民地ですから、えー、例えばその米軍の基地のお金であったりさまざまなものであったり僕らが知らないことであったり、ね、そういったもので、えー、日本日本というのはだから何て言っているのかわからないんですけど、まあ、ドル箱化してるわけですよね、うん、その、えー、アメリカ裏組織にとってドル箱化してる日本を手放す手放したくな,ないわけですよね金が入ってこなくなるか多額の金が入ってこなくなるんでね うん、だからずっと日本をその状態に、えー、しておきたいと、えー、考えてると、えー、思いますだから日本の生命線を握ってるんですよもう今回の時点で思いましたけど今回うんうんうんしのことではもちろん問題なんですけど以外のこ,ことが問題なんですよ、うん、完全に逆らえない、うん、だからこういったところからも真面目な話なんですが たまにこういう話をするとね、まあ、ここの僕のチャンネルにいるリスナー様は、まあ、皆様ね、えー、非常にあの頭がよく、レベルが、えー、高い方が多くいらっしゃるんですが、えー、そういうことはないと思うんですが、笑,笑われるとかね、うんまあ、おかしいとか、僕も言われたことありますけど、おかしくもなんともないですよ。真面目なことですよ、これ。本当に。あの、日本国民が困ってるわけですから、あこういったことがお起きてねあ。その原因がどこにあるかと、うん、テレビは教えないですから、メディアはね。うん アメリカ裏組織の、えー、参加ですから、えー、日本の政府もね、えー、前は分かりませんよ。前もそうだったのかもしれないですけど、最近ひどいですからね、内閣も、えー、教えませんよ。うん、で、えー、ここまでの流れを確認するとですね、えー、うんうん、うん、真ではなく、その前ね、うん、この、 えー、インフラ整備の問題、あと先ほど言いましたけど、揺れる前に停電した件が、えー、これがかなりのこれ大きな問題であり、その問題の要因がそこにある可能性がある、分かりませんけど、これは皆さん、ま、ちょっとどう思うかなと思うんですけど、僕の勝手な解釈なんですが、えー、日本国内の、えーま、米軍基地、在日米軍の基地の中に、なんかそういったものがあるのかなと、ま、エドワード・スモーデンの、えー、言葉を逆算して、えー、考えました。 僕の憶測ですがえ、もちろんですが、僕は正しいと自分で思ってます。あの調べてこう,じゃこうじゃないかなと思う。これはまあ大変なことだなっていうふうに思います。であと、この、まあ、みんながおかしいと思うんでね、えー、揺れる前にあの地鳴りがしたっていうことも言われてるんですよ。まあ、これってのはちょっとよくわかんないですね。なんで、うん、地鳴りがしたのかわからない。でこれも、 えー、これ以上、あんまりはっきり情報がないから、えー、分かりません。でこ、こういう話っていうのは、いつもそうですが、えー、大切なことがあります。分からないことに関しては、えー、触れられないんですね、分からないから、うん。分からないことにどんどん変な風に入っていって、ねええー、最後なんか、適当とかダメですから、分からないものは、もうすいません、分からない。だから、この、地、えー、なりに関しては分からない。うん 先ほどの揺れる前の停電は、えー、分かっている。で、えー、このからくりも、えー、分からないけど、憶測が可能、えー。こういった分かるところに注目していきます。そして、えー、最も、えー、まずいという話を考えていきます。僕たちには正体は、えー、分かりません。何が起こってるかも、本当に言葉が悪いですが、かりわけは分かりません。うん、この 揺れるたびに、えーまあ、謎とされている、えー、青白い光っていうのがあるんですね、これ。これご存知の方多くいらっしゃると思いますが、このある場所がですね、えー、揺れるたびに、えー、共通している青白い光っていうのがあるんですよ。なんだこれって思うじゃないですか。例えばこういうことです。2011年4月7日の NHK 仙台放送局からの映像。 全く違う角度、全く違う方角、全く違う場所が光ったと、こういった、えー、情報があります。2011年、えー、福島の、えー、大きな地震でしたね。えー、東北の、えー、大きな、えー、地震でした、えー。今回、2022年3月16日、えー、どうだったんでしょうか。気になって調べてみました。NHK の放送で 仙台空港の放送が出てる映像がありましたけど青白い光が出ていましたなんだか分かりませんけどこれいろんな説があって、うん、この揺れる時に出てくるんですよこの青白い光っていうのが、うん、それ以上わからないですねまあ憶測することは何通りかありますけど先ほど言ったように、えーまあ、そ,うそういったね うん、ことは、まあ、えー、まあ、言ってはいけないということなんで、えーまあ、発言を控えます。だから、まあ、リスナー様も、えー、まあ、そういったことにはね、まあ、思われることはあると思いますけど、まあ、あの、触れないでいただきたいと思います。わかるのはここまでです。これ以上、この話に触れてはいけないと、うん、そういった、えー、ことです。で、大切なところです。もしも、何か、わざとやったとかね、わかりませんけど、仕組んだとか、 うううんうんうんシーンとかね、うん、冗談とかじゃないですけど、あの本当にこれ分かんなかったらね、だいぶきついんですけど、まあ、みんな分かってると思うんで、あ,のあれですけど、何を目的としたんでしょう、これ。うんうんうんん、ーんね。何もなかったらやらないと思うんですよ。調べてみました、もちろん。何かあったんじゃないかと思って。あの僕、前言いましたけど、 3月16日に何かあるんじゃないか、うん、その憶,憶測、予言者、それ関係ないですよ。僕はそれは関係ないと思って、全然別だと思ってます。それはねあの、その時あんま言わなかったかもしれないんですけど、ごめんなさいということで。 金融関係の話とからしいんですよね。その、まあ、世界の金融の動きかな。まあ、その、まあ、でも、まあ、言い方悪いですけど、まあ、その日に何かがあるって言って、まあ、確かにそういうふうに言えば、まあね、まあ、大きく揺れたんじゃないかっていうけど、まあ、それっていうのも、まあ、まあ、まあ、僕はこう思ってるっていうけど、まあ、こじつけですよね。僕が言ってる憶測とかで意味は全く違うんでね。 僕はその別にあのこじつけてるつもりはないんで、こう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 なんじゃないかなと思うし、わかんなかったらえすいません、わかんなかったですって調べてもね考えてもわかんないんで、もうどうにもならんですわっていうことなんですよ。で、この2020年2年3月16日の東北エリア及び関東エリアのえこのえ揺れたことについて、何かあったのかとえ調べてみました。 えー、翌日ですね、2022年3月17日に、あるものがありました、憲法審査会、憲法審査会の前日に、えー、揺れていますおそらく、もしっていうか分かりませんが、その可能性っていうのが、えー、非常に考えられるんですが、えー、この憲法審査会の、えー、前日に揺れたということは、日本国民の注目をそちらに向かせないため、意図的にやった可能性っていうのが、えー、出てきます。 だいぶやばい話です。政治の問題だったり、えー、まあね、アメリカ裏組織が、えー、日本国民の目線をね、えー、まあ、そらすために土作草、どさくさの中に憲法を改正しようとしているって、その疑惑ですね、うんあの。これっていうのはね、皆さんも思ってると思うんですけど、真面目な話なんですが、 何もない状態だと、えー、気づかれてるんですよ、僕もそうですが、まあ、僕とか、まあ、リスナー様とかそうですし、ほ、まあ、他のね、えーまあ、本当に今それこそ、えー、頭のいい方たち気づいてるんですよ、目を今、光らしてるんですね、この現に、えー、自民党の憲法改正案。うん 出てるなと今これだいぶこれまずい状態に入っているとえ今思ってるんですよ。選挙前もあるし、これまずいなと思ってるんですよ。で、みんながこう、みんなっていうか、一部の人たちがそういうことをえ注目しているわけですよ。で、この状態でね憲法を改正した場合、日本国民がえまあ騒ぐ騒ぎますね。日本国民にえまあ難色を示される、騒がれる、話題になる、う。ん そういったことがあります。日本国民の一部がですね、えー、この憲法改正案に関して、まあ、知らない人もいるんで、えーまあ、それはまあしょうがないんですけど、うん、まあ、もうね、その時点でちょっともうだいぶ苦しくなってますけど、あのー、一部の日本国民がこの、ね、憲法改正、えーまあ、そういったものに、えーまあ、目を向けています、注目しています。 えー、さらにね、この自民党の会見、えー、反対してる人、えー、かなりいますし、僕も反対です。緊急事態条項ね、うん、基本的人権を、えー、削除されるっていう、えー、日本の構造が大きく変わる、えー、こういったことから、これは良くない、反対だっていう、ねえー、そういったことを、えー、されてる中、うん、その状態でやったらまずい、うん、何かをどこかで裏でやって、うわっと大きく揺れました。あまずい、マスコミの枠が全部埋まってます。その間にもしかしたら。 分からないように何かした可能性っていうのはありますね。こう考えると話のつじつまが合うんですよ。本当にこれひどいことやってますからね。いつだって、まあ僕は思いますけど、皆さんも思うかもしれないけど、いつだって犠牲になるのは日本国民です。福島に住んでる方が非常にこれ大変な状況に陥ってます。うん。その裏でそういったことをやったんじゃないかと思います。 僕はね、あのーまあ、皆さんに正直に言いますけど、そのなんか、訳分かんない、なんか予言とか、そんなの別に信じないですよ、当たるかどうか知らないし、別に興味もないし、うん、そうやってあの危険をあおることを、えーまあ、目的として注目されるんじゃないかと思いますけど、逆にこの憲法審査会とか、えー、憲法改正、緊急事態条項っていうのは、これっていうのはあの、ちゃんと調べてるんでね、多分合ってるんですよ、僕とか、まあ、僕とかっていうか、まあ他の人も合ってると思いますが、こういった内容を触れている人たちね。うん いつだって日本国民が犠牲になる、うん、その上にそういったね意味不明な法律が通ったり訳わ,わかんないことが起こったりするっていう本当にこの日本の謎ですよで今回も思いましたけどやっぱり、えー、ね皆さんも思ってる、えー、と思いますしまあ実際住んでてね今すごく大変な思いをされている、えー、方が、えー、いらっしゃる、うん、日本の、えー、まあまあ 何て言うのかな、表現がわかんないけど、日本の最大の、まあ、弱点である福島ですね。ここをやられたら日本がもう終わるっていうことです。福島の原発、うん、福島の原発が爆発したら日本は終わりです。 そもそもね、まあ、皆さんも思ってると思うんですけど、日本っていうのはね、えーまあそのえー、自丸大国っていうことなんで、日本にその原発がたくさんあること自体が本来はおかしいんですよ、普通に考えればね。まあ、揺れるわけですから、えー、揺れてね、なんかの拍子にドンって行ったらもう終わるわけじゃないですか。 うんでまあ、先ほどの話じゃないですけど、ねえー、揺れて、まあ、その揺れも分かんないですけど、まあ、<laughs> 揺れる以外もありますから、えー、攻撃されるということがあるんでね、えー、攻撃されたら、えー、日本はなすすべが、えー、ありません。日本というのは、えー、今ね、皆さんも思っていると思いますし、えー、いくつもの問題を抱えております。抱えている問題一つではありません。大きな問題をいくつもいくつも抱えている、えー、国ですが、この中の一、えー、つに大きなこの問題があります。福島の原発の問題。 2011年以降、ですね、えー、福島の人たちがですね、えー、住人がまだ立ち直っていないんですがこれ、見捨てられてるとかっていう話もあるのでもう本当にあの日本国民がねあの機民って言ってね、えー、そのもう国とか政府にもこう見捨てられかけてるっていう本当にこれ大変な状態に、えー、なってるんですよ、本当にこまずいなって。うん だからあのこういった状況を回避するためにあの日本国民一人一人がね、えー、こういったあの危ない状態になっていると、えー、そういったことを、えー、もうちょっと本当考える、えー、必要があると思います。そのの例えばねあのうん、うん 心とか、まあ、それもあるんですけど、まあ、それ以外のこともですよ。もうだから、言ってしまえばもう大変なことだらけなわけですよ。皆さんも思ってるし、も僕も思うんですけど、えー。そういった問題をもっと一つ一つ、えー、考えていかないと、本当に苦しい。あのー、まあ、皆さんもね、えー、思ってて、僕も、えー、思ってるんですが、願いは一つです、本当に。日本の、えー、平和です。日本が、えー、少しでも、えー、良くなることをと。えー 心の底から僕は願ってます皆さんもそう思ってらっしゃると思うんです。で、その先ですが、世界のまあ平和を、えー、まあ願っています。 えー、しかしですね、そうなるためには、えー、もっといろんなことに気づいて、えー、おかしいことはね、えー、まあちょっとおかしいんじゃないかと、えー、みんなが気づいていかないと、えー、やられ放題だなって、うん、もう本当に外国のやられ放題ですよ、今、皆さんも思ってると思いますけど、そろそろちょっと本当気がつかないと、えー、崩壊、えー、するんじゃないかなっていう、もうあの危機的な感じなんでね。うん まあ、あの僕の話って別に面白くないんで申し訳ないですけど、まあ、あの何かの役に立っていただければと思いますこの3月16日の、えー、東北エリア、えー、関東エリアのことに関してはですね、えー、今関心持っている方多くいらっしゃると思うんで、えーまあ、僕はこのように思ってますということで、えー、今回お伝えさせていただきました最後まで聞いていただいて、えー、ありがとうございます、えー、今回こだわりです失礼いたします